どうも皆さん、おはこんにちは、塚原です。今日は木曽路に来ました。木曽路でちょっと贅沢してひつまぶし定食を食べました。これ3通りの美味しい召し上がり方があるらしいんで、ちょっと試してみますって感じで、これがなんかね、お茶漬けにするつゆみたいです。で、漬物とひつまぶしの漬物と、なんかおでんみたいなやつで、茶蒸しにもひつまぶしっていうか、うなぎみたいな感じのが入ってて、奥に薬味つる、最高ですね。これが食べ方3通りの美味しい蒸し上がり方でございます。1杯目は普通に食べる、2杯目薬味つけて食べる、3杯目お茶漬けにして食べる。これが最高のひつまぶしの食べ方でございます。茶蒸しうまそう、漬物まで、もう何もかもうまそうですね。完璧のひつまぶし、木曽路のひつまぶし定食。これ何を隠そう、4500円かかりました。で、1杯目は普通に食べてみますって感じで、もううまそう、マジで。ひつまぶし。2杯目は薬味を乗せて食べました。この酢物味噌汁っていうか、これね、美味しかったですよね、この酢物。なんか薬つけると味がね、変わってうまいですね。まだこんなに残ってますみたいな。で、3杯目来ましたね、茶蒸しにお茶漬け、まだこんな感じで残っております。茶蒸しにお茶漬け、これがうまいの、なんのって、もう木曽路でひつまぶし食べてください。マジでうまいっす、うますぎるスキル。で、残りラスト4杯目で、デザート、あんみつ食べました。これ600円、合計5100円かかりました。あっと、あぶね、この屋上から世界平和を誓います。ピース。